はい、ということでどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥーモドゥーモ、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちはということでですね、今日なんですけれども、まあ動画で何をやっていくかというと、今回ユニクロ U の2022SSがね、発表されたということで、ちょっと動画にしていきたいと思います。で、アイテム写真がね、ちょっと画像、ホームページの方にアップされておりましたので、それを見ながら、ちょっとね、どんなものかっていうのを、ちょっと僕なりの意見を交えながら、レビューというかね、評論していこうかなと思っております。皆さんも、結構こちらのチャンネル見ていただく方が、結構やっぱりね、ユニクロさんとか、結構ファストファッション詳しい方が多いので、ぜひね、何か、ご意見とかありましたら、どしどし、コメントください。では、ちょっとね、ホームページの方、上の方からやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、ということで、まず最初が、一番上からですね、ステンカラーコートになってます。で、こちらが1月26日発売。まあ、毎年この、ステンカラーコートは、結構定番で出ておりまして、今回もだいぶ似たような感じになってるのかなと思います。だいたい毎回2色ね、出ておりますので、12,900 円ということで、まあ特に変わりはないかな。前サイドのこのスリットってありましたっけ？スリットが入ってて、こうちょっとリラックス感のある、まあ、ただ生地感は結構綺麗めなので、リラックス感あるんですけど、綺麗めな、ステンカラーコートになっているかと思います。で、次がトレンチコート。で、トレンチコートが結構今回この、なんかベージュ系じゃなくて、なんかだいぶこう、ホワイトですね。白の強い。で、襟の、トレンチコートなんだけど、ダブルじゃないんですね。シングルのトレンチコートで、なんか襟元が、ちょっと特徴というか、割と大きめの襟がついていて、で、肩にこう、なんかちょっと落ちた感じですね。なんか、ちょっと今ふと思ったのが、なんかこのルックの写真見ていると、なんか着る人によっては、なんか白衣みたいになんないかなっていうような。なんかちょっとこの写真見ただけだと、なんかちょっと白衣、なんかお医者さんっぽく見えてしまったんですけど、どうなんですかね。それがまあ生地感とかで多分クリアされてるとは思うんですけど、あー、なるほど。まあ本当になんか、なんつうんだろう、フレンチカジュアルみたいな感じのコートですね、ナチュラル。なんかこれがちょっと目新しいですかね。で、ダークグレー。なんかこの色味は、ダークグレーの色味は、結構ユニクロ U さんの今までの、あったようなカラーに近いんじゃん。ちょっとなんか、なんつうんだろうな、グリーン味がちょっと入ってるというか、コートになっているかと思います。12,900 円。で、結構ね、アウター系は、で、あとはリラックスフィットテーラードジャケットですね。今回あれか、ポケットは、ポケットやっぱり外付けの、ポケットがついてて、ちょっとカジュアル感の強い、ものになってます。裏地もね、裏地はなしかな、これは。まあ、だいぶね、こう SS っぽいようなジャケットになってます。これがダークグレー。ダークグレーとブラックとカーキの3色展開になってます。で、一応僕ユニクロ U さんいつも紹介するんですけど、去年はね、結局デニムシャツかな、結構僕も発売日に行って、めちゃめちゃ良かったんで買いましたけど、デニムシャツ以外買ってなくて、ちょっと今年もユニクロ U 毎回あんま買わないイメージがあるんですけど、オーバーシャツジャケットデニム、これなんかこのデニムの感じは、去年出た、AW で出たシャツに近いのかな？なんか似てますね。で、シャツめちゃめちゃ良くて、結構ユニクロ U の中でも、僕多分今まで歴代でも結構トップクラスに良かった商品ですね。まあステッチ、まあちょっとこうオレンジ色の、ステッチがあって、で、なんか特徴としてはこれ胸元の、だいぶあれですね、なんかカバーオールというか、結構ワークっぽいデザインっぽいですね。で、なんか胸元のポケットがちょっと特徴的で、これあれだ、こう、なんか斜めからスッとこう入れられるような、面白い。いいかもね。すごい。良さそう、なんか。これが184センチで L サイズで、カラーはネイビーのみですね。デニム素材の、ジャケットになってます。
値段が、値段6,990円だから、そんなになんか高くないような気がします。で、次が、オーバーシャツジャケット。あー、なるほどね。カラーがね、これ、オリーブとブラウンの。あー、なるほど。ユニクロ U さん、こういう、なんか中間色というか、なんつうんだろうな、セージグリーンみたいなカラーですね。これあれかな、セットアップできるタイプかな。あー、だいぶなんか本当にフレンチっぽい。フランスのカジュアルな感じの。好きな人は、こういうのね、すごい似合う人はすごいいいですよね。6,990 円。で、今回そのインタビューとか見たんですけど、多分一押し、あの、ルックのこうバンって一番出てた商品の中だと、やっぱこれなんですかね。オーバーサイズフーデッドブルゾン。フーデッド。へぇ。雨を防ぐ工夫が満載、素材もシルエットもこだわっている、着心地快適。へぇ。あー、なんか、この、パープル。へぇ、珍しい。パープル。で、しかもパープル表記ですね。グレーとかじゃなくて。もうパープルで出すんですね。あー、なんかこう、リラックス感のあるスタンドカラータイプのブルゾン。へぇ、なんかシャカシャカ系なのかな。あー、で、この、なんかちょっと切り返しというかね。あ、で、フードは、あれかな？ミリタリーのあのフードを中にこう収納してるタイプですね。一回出すとめんどくさくなるやつ。一回出すとめんどくなるやつですね。これなんか自転車乗る人とかめちゃめちゃ良さそうな気がします。軽くてね。で、ドローコードが付いてると。で、収納可能な、フード、付きで、ポケットがあって、袖はリブの仕様になってますね。このパープルなんか珍しいですね。全面にパープルを押し出してくるっていうのは、ちょっとなんか、このパープルだけ見ると、その、プラス J とかであったなんかグレーっぽいような、イメージもありましたけど。で、ブラック。まあ、ブラック写真ないですけど、なんかブラックは使いやすそうな気はしてます。なんか初夏のね、こう、梅雨時期、雨を防ぐ工夫もついてるんで、結構梅雨時期とかには、なんかすごい重宝しそうな感じになってます。7,990 円。そしてもう一個が、リブブルゾン。面白いな、これは。なんかあれだね、なんだ、チャイナシャツみたいな。なんか独特ですね。で、襟は、ブルゾン、リブになってて、で、ポケットが、こう、ガバッとね、大きめの、へえ、面白い。なんかユニクロ U っぽくないというか、なんかちょっと新しいですね、これは。この色良さそう。何色？ナチュラル。ダークグレー、ナチュラル、マスタード。こんなん今までありましたっけ？なんか割とこう、ボタンがね、結構大きめで、で、1、2、3、4、5、5個ついてて、こうなんかこう、なんか開けた時に表情だいぶ出る。結構ここにやっぱ目がパッといくんで、だいぶ、なんか特徴的な、ブルゾンなんじゃないか。結構なんかブルゾンタイプでここまでボタン大きいのって、結構ジップアップとかが多い。からか、なんかすごい珍しい気がします。なんか今までのユニクロ U さんだとこういうのなかったですよね。だいぶこれ、ボタンの良し悪しというかね、その辺がちょっと分かれそうな、好みが分かれそうな、ブルゾンになってます。アウターはこんなもんか。なんかユニクロ U さんって毎回ね、アウターそんなにグッと惹かれないんですけど、まあなんかデニム系はなんか前のデニムシャツの件もあってんというかね、あったんで良さそうな気はしてます。で、セーター、カーディガン、まあ 3D クルネックセーター、これも出てますね。 3D クルネックセーター、あとはフレンチリブカーディガン、これもまあいつもね、こういうなんかこうスウェット生地というかね、厚手のコットンのカーディガン毎回出てるんですけど、まあなんか僕はまあこういうおとなしいデザインのものだま着ないんで、毎回スルーしてるんですけど、まあ安定的な人気はあるアイテムになってます。で、あとがニットポロシャツ。なんか、ちょっと去年あたりからね、ポロシャツって今まで全然着てこなかったんですけど、ちょっとこう、なんかトレンドライクに着る着方っていうのもね、意外とかっこよかったりするんで、ポロシャツとかもね、なんか割と、売れるんじゃないかな。まあもちろん好きな人はね、好きなんですけど、あとはシャツに入りまして、オーバーサイズストライプシャツ、半袖シャツですね。まあこう淡い優しい色味のシャツ、半袖シャツで、次がコットンリネン。コットンとリネン、麻素材ですね。なのでこう夏前とかすごく、
あと夏場でもすごくいい素材感になってます。コットンが86の麻が 14%、 まあ本当に個人的にはあんまりこういうナチュラルな服ってそんな割となんかこうパキッとした服というかね着ることが多いので、いいかもね。でコットンリネンの、ね、さっきの柄のストライプになってます。爽やかっすね。あピンクとかめっちゃ爽やか。めちゃめちゃ爽やか。いいな、こういうの似合う人いいっすよね。で次がリネンブレンドオーバーサイズシャツ。これはあれか、さっきのシャツリネンも入っててちょっとシルエットが緩い感じの、ね、シャツなのかなと思います。1990。あーでもやっぱなんかプラス J 見て去年ね発表されてからこのユニクロ U 見ると値段安いですね。買いやすい。お、なにこれ。あすごい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 。エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツがカラーがとんでもねえことになってるぞ。カラーがとんでもねえ。え、こんなありましたっけ。え、こんなあったっけ。やば、ホワイト、ライトグレー、グレー、ブラック、ピンク、ピンクがもう一色あった。こっちはなんかちょっと赤みのあるサーモンピンクみたいな、ほや、ワイン、ブラウン、これはダークブラウン、なんかあんまなんか変わった、これダークブラウンなのこれ。でグリーンで、こっちがオリーブなんだ。オリーブ、ネイビー、パープル、なんかパープルがグレーっぽい、なんかプラス J とかにあったような、はい、今回パープルをしたのかな。でクルーネック T シャツ、これも多いっすねカラー。であとは半袖 T シャツのこういうストライプの T シャツとクルーネック T シャツ、オーバーサイズ、あニット T シャツなんか良さそう。そうちょっとね T シャツ、あもうホワイトがないのか、ホワイトがなくてナチュラル、自分こういう T シャツ着るならやっぱりねホワイト系かなと思うんですけど、どうなんだろう。なんか写真見た感じだとなんか生地感があんま分かんないというか、確かにこう縫い方だったりとかがそのニット系のね縫い方してますけど、へえ、そうちょっとねニットのなんかこういう薄手の T シャツちょっとチャレンジしたいなと思ってたんで、なんか良さそう。素材は、あーニット、あコットンか、へえ、なんかコットン 100% なんですね。なんか入ってるかと思ったらコットン100、へえ。でボトムスいきます。ワイドフィットテーパードパンツ3990円。これだいぶなんかちょっとこれだけ見るとスラックス寄りというか、これセットアップできるやつですね。セルビッチレギュラーフィットジーンズ、これあホワイトデニム、カラーの表記はナチュラルですけどね、白系のまあデニムと、あとネイビー、あーネイビーか、なるほど。なんか前 AW でこれちょっと人気あったやつですかね、セルビッチでブラックがあると。いやさすがユニクロさんこの辺強いっすよね、なんか外れないというか。おーライトブルーの、自分ねこういうの好きなんで、ただちょっとあれかな、色落ちがだいぶ色落ちてるやつなので、なんか人によってはあのなんかなんつうんだろうな、ちょっとダサくなりそうな気もするんですけど、薄いデニムね、こういう結構バーッと全体的に漂白されてるやつ、結構ね合わせ方によってはなんかすごくなんか古、ただ古いだけみたいになっちゃうことがあるんで。でも最近思ったのがユニクロさんデニムね、よくなめっちゃいいんですよね。なんかちょっとシルエット僕合わないんですけど、あんまり合わないんですけどね、すげえ良くなってるんですよ。でワイドフィットベイカーパンツ、あーベイカーパンツってことはあれか、なんかポケットがおーだいぶねこうワーク感強めの、これもオリーブもそうですしね、あなんか全体的に言えるのがユニクロ U っぽい。何回もねこういう動画撮ってますとね、ポサっていうのがすごい分かるように、はい、
3990円。あ、フレンチリブパンツ、もしかしてこのパンツメンズの、なんか今あのなんだっけ、ジョガーパンツ、なんかレディースのねジョガーパンツ大人気で、メンズもねすごいバカ売れしてるやつがあるんですけど、なんかそれっぽい。あれでもなんか生地がちょっと粗いのかな、目が粗いのかな。もうちょっと開かなくなった。そう、あのワイドフィットジョガーパンツか、あのユニクロ U の去年出たやつなんですけど、あれねメンズの人気っていうのすごい高くて、すぐね完売しちゃったアイテム。なんかそれのメンズ版って感じかな、フレンチリブパンツ。多分ねちょっとなんかここにタックというか入ってるんで、でワイドフィットジョガーパンツ、こういうの去年も出てましたよね。ちょっとなんかダークグリーン、色味がなんか去年もありましたけど、だいぶなんかカーキよりミリタリーっぽい色だったんですけど、ちょっと色味が変わったかな。これも去年結構人気で、特にこのナチュラルカラーとかすぐ店頭からなくなってましたね。はいはいはい、なるほど。で、短パンね、短パン毎回出てますけど、去年のなんだっけ、短パンめっちゃでかかったなんかスケートキッズみたいなやつ履いたらピンクとオレンジ、なんか今回色でちょっと遊んでるやつも多いですね。でブラウンとダークグレー、ポケットが、なんかちょっとこう隠しポケットみたいな、ちょっと目立たない感じでポケットがついてると。で、ベルトはなんていうんですかね、ベルク、なんつうんだこれ、ベルクロっていうか、なんかもうついてる仕様になってますね。あ、クライミングショーズだから、そっか。で、あとグッズ。なんかグッズ今回あんま出てないですね。この間はなんかサンダルとかバッグとか出てましたけど、ドローストリングショルダーバッグ。どういう感じ？はい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 。こういうちょっとフラップ。なるほどなるほど。巾着で、こうフラップみたいにこうパカブってやって、で、ショルダーバッグか。新しい。で、ニットスニーカー。なスリッポンタイプの。お、ニットだ、すげえ。でも黒とかすげえ使いやすそうな気がしますけど。なんかナチュラルだね、全体的に。これは？ポリエステル素材っていうことで。これで終わりか。なるほど。ちょっといろいろね、ルックブックなんかもあるので、皆さんちょっとお時間あるときに、ホームページの方を見てください。一応ちょっとこれスマートフォンからホームページを見てまして、なんかアプリ版だとまだこのルックブックのページ、ユニクロ U の特設ページってまだちょっとできてなかったみたいなので、皆さんちょっとチェックしてみてください。なんかユニクロ U だとね、毎回僕そんなにこう、なんかね、気になるアイテムとかってあんまりなかったりするんですけれども、まあ今回ちょっと唯一、まあ今までいろいろレビューとかやらせていただいてあげるとしたら、ちょっと他の YouTuber の方がね、何を言うかわかんないんですけども、このオーバーシャツジャケット、カッコデニムに関しては、前回の、AW のね、デニムシャツがめちゃめちゃ良かったので、なんかこのあたりはすごい、期待できるのかなと思います。この感じというか、このデニムの生地はもう間違いなく良かったので、ここにまあこのちょっとこう、ステッチワークだったりだとかで、あとなんか多分これ襟また大きめの襟を使ってるようなので、ちょっとそのあたりが好み分かれたりはするんですけど、すごい良さそうな、気はしてます。まああとは、ちょっと着てみたいなと思うのはオーバーサイズフーデッドブルゾン、こちらがねちょっと多分今回のその、ユニクロ U のメンズで言うと多分一押しの、アイテムになってるっぽいので、どうやら。ただこれ僕が着ちゃうとね、もしかしたらなんかそのこれで自転車なんか乗ったら多分ただのなんかサイクリングマンみたいな感じになっちゃいそうな気もするようなブルゾンになってますね。ただこのなんか切り返し、ここの胸のところの切り返し、後ろの方にも切り返しあったので、そのあたりは結構特徴的なんじゃないかなと思いました。あとはリブブルゾンなんかもね結構特徴的ですね。で、あとはパンツでこのまあ、セルビッチのデニムと、ジーンズとかはいいんですけど、まあ、この、レギュラーフィットジーンズ、このブルーのね、ちょっと加工の感じとか、ちょっと実際、見てみたいなと思います。ただ、レギュラーフィットなんで、なんか、
多分ワイドフィットとかじゃないんで、そんなに実際見ると太くないのかなっていうような感じになってますね。あとはこのフレンチリブパンツ、なんかおそらくそのワイドフィットジョガーパンツ、昨年レディースからリリースされて、もうバカ売れした。で、今年もね、もう出てるんですけど、そのパンツにちょっと近いのかなと、それのなんかメンズ版みたいな感じなのかなとは思います。あとはまあ、ただちょっとさっきなんか写真のこのアップ見た感じだと、なんかちょっとザラザラしてる。一瞬なんかリネンとかそういうの入ってんのかなと思うぐらい、コットンですね。なんで、ちょっとこのフレンチリブパンツあたりはちょっと注目、してみようかなと思います。で、結構ユニクロ U だとなんかレディースアイテムも、いろいろこうメンズでいけるやつがあったりするんで、ちょっとそのあたりもね、またあのホームページ見た方とかぜひいましたら、レディースでもね、なんか良さそうなアイテムだったらぜひ教えてください。であと、まあ、今回 T シャツでエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ、すごいもう大人気のね、エアリズムの T シャツがあるんですけど、それからもね、新カラー、多分新カラーだと思います。ちょっと勉強不足だったら、本当に申し訳ないんですけども、新カラーもね、たくさん出てるみたいなので、皆さんぜひ、チェックしてみてください。また、ちょっとね、当日、発売日当日、1月 28? もう、あと2週間ぐらいか。もう結構早いね。結構早いっすね。また多分ね、春夏でいろいろこう、ユニクロ U だとか、去年だと、なんだっけ GU さんがね本気出してきてアンダーカバーとか三原康弘とかねもうコラボ続きだったり結構大変だったんですけど、またユニクロ U が多分その、先陣を切ってね、コラボレーションの、スタートとなると思いますね。また、ちょっと春夏ファッション、ぜひね楽しんでいけたらなと思っております。ぜひご気軽に、コメントなどいただければ、幸いでございます。ではまたこんな感じでユニクロ U の動画だったりだとかその他ファストファッション、その他ブランドの動画を上げたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録と動画の評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.最後までご視聴いただきありがとうございます。良ければチャンネル登録評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time.